よろしくお願いします。さあということでございまして、ここらはですね、ウォーキングデッド6日本最速放送を記念しまして、えー、ゲストの方と共にウォーキングデッドに関するお話をしていきたいと思います。ということでございまして、皆さん、もうご覧になったんですよね、いかがでしたか、最新作は。ありがとうございますねえ。パラパララと拍手してていいただいて あのー、エンディングの方でねウォーカーがまさかこの劇場の方にね現れて、ね、ウォーカーとハイタッチしたっていう方もいらっしゃると思いますけれども裏でなんかウォーカー同士がちょっと揉めてるという事件も起こってましたけれどもさあということでございましてですねまあここからいろんなゲストをお呼びして、えー、いろんなお話を聞いていきたいと思うんですがなんと、えー、本日はですね 日本最速放送ということで皆様にはお知らせしてないサプライズゲストをお呼びしております。主人公のリックさんですどうぞ いや、吉村さんじゃんちょっと待ってくださいこれどうも陸村隆ですいや陸村じゃないんですよ <laughs> 陸村隆でございますすいません返してくださいどうも何がですか皆さんのわくわくとドキドキを <laughs> 何かキャーという声も聞,も聞こえましたけどもいや私は本当のリックさんが来てくれるということで、ええ、お呼びしますという言ったらもう皆さん黄色いね声援でキャーとはいはいはい 今回すいませんちょっと吉本でそれをさせていただきましたいやいやいやメですよもう一瞬見えた段階であ偽物になってすぐ早かったですバレるの <laughs> 私もこうやった手前動線が見えなくなってしまいましたどこからどう行けばいいんだろうと。<laughs> <laughs> 思ってちょっとチラッと開けたら運の尽きるかね <laughs> そうですよねもうその瞬間は偽物じゃないかす偽物右サイドやめてくださいほにただもうはいやっぱねリックさんも忙しいですから <laughs> そりゃそうですよやっぱね当然そりゃそうですやっぱ相当忙しいですよリックさんも当たり前ですいろいろでもそのやっぱ友人というかね <はい S 1> う心の友である吉村が来ましたから<は>い,いやあそうなんですかリックさんと心の友であるもう大好きですよこの作品自体があそのあと一方的好きなだけですよね <laughs> でもなんか通じる感じしますよね見てたらあリックもねはい はい、こっちのこと好きなんじゃないかなってなんか物語に参加してる感じがするんで,で吉村さんほんとそれぐらいねウォーキングデッドもう大好きでもう待ちに待った、はい、ウォーキングデッドもう皆さん見たんですもんねそうですもう皆さん見てますからこれはうらやましいですよこれだから衣装もこれも当然リックさんの借りてきました借りてないですリックさんから <laughs> いや勝手なこと言わないでくださいリッ,リックの L で今回 <laughs> いやじゃないですリック SML で <laughs> それあのドンキーのパーティーグッズじゃないので <laughs> リックの L で今回ないですそんなのは、ね、すみませんどうですか皆さん似合ってますか吉村さんどうですかねえいいでしょうやっぱ <laughs> やっぱね本物のリック好きはイラッとしてますねやっぱり <laughs> いやいや,やめてくださいコミカルなポーズ取らないですリックさんは そんななコミカルポリックもいいですけどダリルであったりその辺の格好もしたえたかったです、本当はう今日はいろんな格好でメンバーをここにお連れしたかったんですでもやっぱう吉村さんがウォーキンググッぐっとはまるきっかけみたいなのは僕はもう紹介されましてそんなゾンビとか好きじゃなかったんです僕自身が。ゾンちょっと苦手な感じで興味なかったです、1話見ただけでもぶわーっとあれよ、あれよ。 もうハマってのっぺり。もう寝ずに見て、ねその時にはもうシーズン3ぐらいも出ちゃってたんで、っと寝ずに見てももう睡眠不足で、もう他の仕事が手につかない収録でも何も受けない状態が一時期続いたんです。あ、今今今も続いてますよ結構。あれ、いや声大きいです。声があれ。良かったです。仲のいい人であなたが。 仲良くなかったら嫌われてますすよで,す大丈夫ですなるほどもうそっから,もうそっからでもう出るたびにもう、はい、近づいてきたらワク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 してきちゃってはいもうまさにだから今回今日の夜からそうなんですよね、はい、でここにいらっしゃる皆さんはもうもうすでにご覧になってるだから世界同時ですよね世界同時ですよ、はい ですからそうですそうです,うですもう世界中の皆さんが同じタイミングで最新の映像を見てるといことでございま見てるわけですだからこうまだ見てないもう本当数少ない人ですからね,すね現時点では本当ですね見てる。 はい,い羨ましいですよ、これは。さあということで、はい、まあね当然、吉村さんにねこのような格好で駆けつけていただきましたけれども、やっぱりウォーキングデッドにハマってるって、はい、いっぱいいるじゃないですか。いいいっぱいいますよ、ね、それこそもう有名人というか芸能人の方、はい、渡部さんとかね、あ、アンジスの渡部さ,さんとか、あと女性陣もそうですよ、はい、例えば、あのー、例えば大島優子さんとかも好きだとか言ってま 小島春奈さんであったりとかさんそういうの方々とかもななんかそれ集まってねその話をするんですよ職場とかでも芸人同士とかでもあのでどんどん見てない人は早く見ろよと進めていって見てどんどんはまっていくという、はい、それこそもうウォーカーのようなね増殖を繰り広げてるんですよ今この業界でそれをずっと楽屋で考えてたんですか今の <laughs> 今のコメントで違います 前日からです。<laughs> 前日から一日前からも考えて,て、ええ。紐解いたわだから誰も喜んでませんから。ノーシャッターでしたか今の。今の結構バシャバシャバシャってきて私はもう決めたっていう顔をし,てま,し、ね、決めましたよね。でもノーシャッターです今ノーシャッターで手元もノーシーで厳しいですね日本のマスコミは。<laughs> ね、大丈夫でございます。